みっちゃん。3年の間一言も言わずに、それも今日までだ。お前が誓いを破らせた。悪かった、騙されたんだ、てっきり。ああそうかい、ご愁傷様なこった。とっとと消えろ、間抜け。満足か、人殺しめ。怒鳴り声がここでもはっきり聞こえた。お見事だ、約束の報酬だ。からかわれるのは嫌いだ。覚えておけ、侍と次はお前が言葉を失うぞ。くれないか、知識を次世代に伝えろ。マスのように川を遡ってこう埋めた、わしはやりたいようにやる。ほっといてくれ。ほっといてくれないか。
行くぞ。食事用のナイフは用事代わり。ここから消えて。くそ。顔色が悪いぞ。お前も飲んでたのか。話がある。ヤルムアルから連絡は？巨人退治は順調なのか？やっとやる気になったか。参加したいならまだ遅くはなさそうだぞ。うん、アンドビクに行くか。ニューポートで情報を集めろ。トルダーロク一族の生き残りがその辺りにいる。巨人狩りは拒んだようだが話はしたがるだろう。すまないが、セリスはどこへ行ったんだったか？ピカローブだ。ウダルリックを助けようと考えたのさ。どうやってだ？俺が聞きたい。奴は勇敢な男だ。短期で請求だとも言われるが、しかしもしセリスが栄光を望むならヤルマールと一緒に行けばよかった。いつものことだが、何を考えているのかわからんよ。最近スケリッジで変わったことは？最近沖の方を見ると太陽の紋章がついた船がこっちを睨んでる。捕虜を捕らえたりはしていないが、奴らが何か企んでいるのはバカでもわかる。グエントはやったことは？ふん、エルミオンに教わってデッキももらった。勝負するか。ちょっとやってみよう。
のレアカードだが、お前にやる。お前の方が役に立てられそうだ。ありがとう。ケイアトロール殿の村にいる男に挑戦してみろ。ただの仕立て屋にしては骨がある。スジュスタという名だ。シドリアどもが大陸から来やがるか。この剣でも弱い奴が使うんじゃ価値がないだろう。なんだそれは。飾りだ。報告してみた。知らんのか。気をつけて作り直せ。戻ってきたか。言った通りだろ。売り物を見せてくれないか。じゃあな。戻ってきたか。言った通りだろ。売り物を見せてくれないか。
じゃあな。戻ってきたか。言った通りだろ。売り物を見せてくれないか。じゃあな。悩みがあったほうがいいんだか。うわ、食べ過ぎるなよ。なんでだよ。やべえな。やべえ。私のオカモンビオカモミールは何をする。俺たちは友人には思いやりを、敵には思いやりを。ここはいいやつばかりだ。いや、スジスだ。グエントはやらないのか。やるどころか、もう夢中だよ。勝負するかい。いつでもやれる。始めようか。
見事な勝ち方だ。おめでとう。巨人と戦いに行ったらしいぞ。